コンテ首相が発表した感染防止策によりますと、封鎖の対象になるのは北部ロンバルディア州全域と14の県で、第2の都市ミラノとベネチアも含まれます。これらの対象地域への人の出入りは原則的に禁止されます。封鎖は来月3日までで、現地メディアは1600万人に影響するとしています。ロンバルディア州は感染者の数が最も多く、すでに一部の自治体で道路を封鎖するなどの措置が取られていました。またスポーツや文化イベントのほか、宗教行事や結婚式、葬儀も中止されます。イタリアでの死者は233人、感染者は5800人余りに上っています。